はい、皆さんこんにちは。今日の企画人第4回目です。今回はレーシングドライバーの方です。国本圭介さん、ちょっと韓国名が書いてありますが、日本のレーシングドライバー、神奈川県横浜市出身。弟さんはレーシングドライバーの国本裕二さんで、こちらも一緒に確認することになります。でレース戦績、たくさん実績を積まれております。レーシングドライバーの方です。でこちら調べますと、中央日報に出ておりまして、 A1 グランプリ韓国代表は在日3世のイ・キョンウ、チームコリアのコックピットに日本国籍の男が座る、在日3世のイ・キョンウ20歳、日本名は国本圭介さん、圭介だということで、中央日報に出てまして、で中央日報とは韓国の新聞で、日本経済新聞社と友好関係にあるということで、新聞社の大手で、その大手の新聞社がこれ出しておりましたので、在日の方でありまして、で日本国籍とここに書いてありますので、帰化された方であるとも分かりまして、帰化された方である証拠になるところなんですけど、これだけだとちょっとすぐ終わってしまいますので、もう少し調べていきたいと思います。国本圭介さんで、弟さんも国本裕二さんということで、神奈川県同じく横浜市のレーシングドライバー、実家が国本圭介さんで、こちらもレース戦績をたくさん積まれておりますレーシングドライバーの方です。で圭介さんの、お父様は1970年代から1980年代にレーシングカートドライバーとして活躍した李義弘さんと書いてありまして、李義弘さんについて、確認いたしました。平成23年3月11日の官報に載っておりました。もう震災の日なんですね。すごい偶然で。これ拡大したものです。横浜市都筑区、李義弘さん。全く同じ名前で。で昭和30年1月14日ということで、先ほどは横浜市、神奈川県横浜市出身ということで、そこが一致しまして、あと名前が、李義弘さんと一致するところで、この方である可能性が大変強いところなんですが、ここに載っておりました住所で検索いたしましたところ、こちらの豪邸がその住所を一致するところで、で、表札がありまして、これですね。くずし字で書いてあるんですけど、国本と書いてあります。左の国は、なんとなくわかるんですけど、右の、これは元なんですね。こういう字ですね。いろんな書体がありまして、これが崩し字なんですけど、いろいろな書き方があるんですが、省略して書くような書き方なんですけど、元の崩し字はこういう形になりまして、このですね、この表札に書かれてありますのが、崩し字の元ということで、で、国本さん、通名で国本さんというところが分かりまして、李義弘さんが国本義弘さんのことであることが分かりました。ということで、お父さんが帰化された方ですので、確実に 国本圭介さんも、在日の方で、なおかつ弟さんも
在日の方であることが分かりました。あと、おじがいて、おじも同時代のカートドライバー、李義久さんとも書いてありまして、まあ一族で、まあレーシングドライバーということで、まあそういうレーシングドライバーの方も、在日非華人の方々ばかりである可能性がありますので、今後も見極めていきたいと思います。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。